アレッサンドラ・モローゾは、イタリア共和国レッチェ県ガラティーナ生まれの歌手、シンガーソングライター、プロデューサー、テレビパーソナリティ。イタリアのタレント賞、アミチディ・マリア・デ・フィリッピの2009年版の優勝者として有名で、これまでにイタリアで210万枚以上のレコード売り上げを記録している。2014年、イタリア女性アーティストとして、初めて MTV ヨーロッパミュージック、 アワードベストヨーロッパアクトを受賞した。若い頃から数多くの地元のコンテストに参加し、入賞していた彼女は2007年6月、フィオリ・ディペスコのコンテストに参加、アモール・ミーオー・ウグランプリを獲得した。2008年10月5日、5年前の17歳の時に参加したものの落選したオーディション番組、アミチリ・マリア・デ・フィリッピの第8シーズンのオーディションに合格し、 アリシア・キーズの、イフ・アイア・イント・ガット・ユーを歌った。ソニー・ミュージック・イタリアの会長であるルディゼ・ルビは、シャラのコンピレーション CD のレコーディングに3曲のシングル曲を彼女に割り当てて参加させた。その中で、ファインド・ A ・ウ a イが4位にチャートインし、エモービルがトップになった。2009年3月25日、アミチリ・マリア・デ・フィリッピ第8シーズンの優勝者として、 発表され、最優秀賞と賞金20万ユーロを受賞。同時に評価賞と5万ユーロ相当の奨学金も受け取った。2009年3月27日に彼女の最初のシングル、スツーピーガをリリース。イタリア音楽産業連盟のランキングで首位を獲得した。2009年4月10日、最初の EP であるスツーピーガをプロデュース。 2009年6月20日から2009年9月22日までの夏の間に、イタリア国内の多くのスタジアムや劇場を回るスツーピーダツアーを開始。メインツアーのステージでは、アミチが主催するツアーに加えて、ラジオノルベバッチチライブや、DRL オンツアーなどの他のツアーにも参加した。6月21日、ミラノのスタディオジュゼッペメアッツァで、ラウラパウジーに主催のコンサート、 アミケパー・エル・オブ・リューゾに出演した。2010年の時点で、スー・ピーダは、イタリアで20万部以上を売り上げ、ダブル・プラチナを獲得した。ABC ・フィミー・サーティフィケーションズ。2010年9月14日閲覧。アレッサンドラ・アモローソカムズバック・ウィズ・ラミー・アストーリア・コンテ。2010年9月14日閲覧。The First Extraordinary オ e a r of アレッサンドラ・アモローソ S, S キャリア、2010年9月14日閲覧、ありがとうございます。